歌舞伎俳優の市川團十郎白猿さんが自身の SNS を更新。荷造りを終えて子供たちと温泉旅館を訪れた日のエピソードを綴った。以前のブログで團十郎さんは、さあ荷造り終えてというタイトルでブログを更新し、今日はこれから移動ですと報告。電車の中はゲームなのかなと、ゲーム機のコントローラーなどを手にする息子勸玄君の姿を公開し、行こうと綴った。その後に更新したブログでは、盛岡の焼肉すごいただきますと述べ、堪能した肉や冷麺の写真を公開。訪れた店について有名店だと言い、今回にて4回目ですと4度目の来店であることを明かした。また旅館到着と題したブログでは、早速いろいろ見てますと、旅館内での娘レイカちゃんの様子を公開。最後に部屋に荷物置き温泉へ行ってきますと温泉へ向かうレイカちゃんや勸玄くんの後ろ姿も公開し、ブログを締めくくった。この投稿に読者からは、温泉いいですね、ゆったりできますね、心も体も癒されそう、楽しんでくださいなどのコメントが寄せられている。